の果てまでも。気配がぬめっていやがる。嫌な山道だ。いや、よどんでいるのは俺の心か。ウサギよ、フクロウよ、俺たちの息を知らせてくれるなよ。人を脅かすか。欧州に戻りて、俺怖えんだよ。小十郎様だっておつれえんだ。足は引けねえ。敵の力を読み損れた。全ては必然か。起きて命令してください。頼んますよ、ヒット。時が許せば薬の一つも詰めるものを。どうかこらえられよ、マサムネ様。お召されし時は俺が策の老しまいもない。そうてめえは言ったのだろうな、タケルか。赤い怒りを抑えろ。さもなくば政宗様が死ぬ。我らに名前はない、我らに懺悔はない。故にお前にも何もない。そうか。違うか。やればわかる。時はあるのだ。日はすでに落ちている。敵
てめえらがここにいるということは、どこかで見た顔だ。つくづく縁がある。互いに好ましくはないだろう。てめえらを切り、政宗様の無難を得る。正当はそれだけだ。惑わされはしねえ。本当にそうか。それが正解だ。まあ我らにはどうでもいい。俺が立つ理由、てめえらには分からねえだろう。それはてめえらに欠けたものだからだ。健在か。ならばひとたび負ければ奪われ、ふたたび負ければ潰される。みたび負ければ嘲笑い、それが戦だ。席など分かっている。過ちは二度と犯さねえ。やはり嫌がったか、松永久秀。ごきげんよう、竜の右目。小田原への押し入りか、それとも追いはぎか。どちらでも構いはしねえ。今はてめえに関わってなどいられねえ。ケイトは随分久しいが、正直驚いたよ。ケイのそのような瞳を見ることになろうとはな。何？そう、おののき不安に揺れる古流の目だ。てめえ！あの真夏はいいな。映画の小田原、その壁をも砕く平、人の根元に眠るものもまたえぐり出されてゆくのだろう。まあ気がするだけだ。まずは目の前のものを改めるべきだろうな。なあ、竜の刀。まだ見えてはいる。剣のあるかは眠りし竜の元ではないはずだ。その問答、第七の刃として答えてやる。てめえの邪気に染まる爪などありはしねえ。なぜ刀を差し出して命乞いをしない。主の身のためならばそれは捨てるべきものだ。今は人間の爪を賜る気分ではないな。その爪には違う逸話を期待しておくよ。
遥かなる高み。この右目に映す光景はそれじゃねえ。俺にはまだ見定めるべきものがある。